マット・ストライカーはアメリカ合衆国のプロレスラー、プロレス実況、解説者である。本名はマシューケイ、ニューヨークのクイーンズ区出身。WWE の RAW とスマックダウンにおいてインタビュアーとして、またスーパースターズでは解説を務めていた。なお、ファイアロー、WLW で活動したマット・ストライカーは別人である。プロレスラーになる前は、 ニューヨークのクイーンズ区で教師をしていたが、教師と並行して 3PW などのインディ団体などで、リングに上がり、レスラーとしての活動を始める。教師としての仕事を虚偽休暇申請して、プロレスのリングに上がっていた。この教師とレスラーの二重生活の間には、ゼロワンに来日しており、また2005年2月には WWE で、カートアングルへの挑戦コーナーに登場した。 しかしこの生活が教育当局に発覚し、教師を辞職することとなった。WWE と契約を交わし、2005年8月頃からヒートなどに登場。当初はベビーフェイスであったが後にヒールに転校し、12月頃より嫌味な教師ギミックで RAW に登場。その後しばらくしてヒートへと戻りジョバーを相手にすることが多くなった。 2006年の4月頃に、再び RAW に登場し、友人と交想を繰り広げる。8月には RAW から ECW へと移籍し、ニューブリードのメンバーとして ECW オリジナルズと交想。その後、ニューブリードを脱退し2007年7月頃から、ビッグダディ V のマネージャーとして活動した。2008年の追加ドラフトにより、RAW へ移籍。8月には、 スマックダウン解説のミック・フォーリーが WWE を対談したためタズがスマックダウンの解説となり、その結果席の空いた ECW の解説を務めることとなった。2009年3月にはタズが WWE を対談したため ECW 実況のトット・グルシャムがスマックダウンの実況となり、新しく ECW の実況となったジョシマシューズとコンビを組み、 時折マニアックな知識を披露するなどしていた。同年10月からジムロスが病気で自宅療養に入ったため代理としてスマックダウンの解説を担当後に正式にスマックダウンの抽象的な解説者となった。2010年の2月からは新番組 NXT のホストを務めていたが10月に解説役を下ろされた。NXT では ベビーフェイスよりの GM の役割をこなしていたが、同番組に出演していたカート・ホーキンスとタイラー・レックスに敵視され、拉致監禁されるなどしてしまう。ホスト交番後は、RAW とスマックダウンにおいて、バックステージのインタビュアーとして活動している。インタビュアーとしては、敗戦後のケインとダニエル・ブライアンにインタビューを、観光しようとして、それぞれのフィニッシャーを浴びせられたり、 不機嫌なビッグショーやランディオートンに攻撃されるなど空気の読めない不運なヒールとしてのキャラクターで活動している。2012年11月頃から口ひげを蓄えるようになった。その後はスーパースターズや PPV のプレショーなど解説で登場したり、インタビュアーやコーナーの司会などもこなしていくも、2013年6月に契約が切れ、 更新をせず WWE を退団した。2014年7月よりプロレスリングのア参戦。9月からアメリカで始まったルチャーアンダーグラウンド放送内での実況をバンピーロと共に務める。2015年1月4日のレッスルキングダム9イン東京ドーム北米バンピー p e v の実況をジムロスと共に務めた。日本のレスリング事情に詳しく。 解説でしばしば日本のレスラーや日本式の技の名前を言うことがある。吉達が対戦相手のザックライダーに三沢光春の得意にローリングエルボーを仕掛けた時には三沢の名前こそ出さなかったものの吉達が憧れたヒーローのオマージュを披露したと解説した。また吉達がラリアットを出した時、米国ではクローズラインという名称で呼ばれることが多いが、あえて ラディアット、と呼んだ。さらには、2010年4月23日放送のスマックダウンでの試合で、ベスフェニックスがジャイアントスイングを出した際には、長谷広縛りのジャイアントスイングだと、同技を得意とする日本人選手の名を挙げて解説した。その他、クリス・ジェリコの DVD に収録された、ジェリコ VS、ウルティモドラゴン戦のコメンテートでは、当時の王について、 ジェリコと熱く語り合っていた。日本のアニメやゲームにも詳しく、クリスチャンが試合中にトップロープからヨーロピアンアッパーを放った瞬間、小流拳と叫んだことがある。なお、両者とも時期こそ違うが、同じマットストライカーの名で、WWE やプロレスリングノアに参戦している。マットマーテル名義。なお、同時期の2004年12月には、本記事とは、 別人のマットストライカーも、同じ企画で、w w e マットに上がっている。http://www.nytimes.com/.2005/.07/.01/.nyregion/.htencer.html。ありがとうございます。